キンブリゴの歴史的分布と現在の分布。ベローナ県北部に示されるのがトレディチコムーニであるトレディチコムーニはイタリア共和国ベネト州ベローナ県北部にある地域。で、シニアとも呼ばれる。中世には13の都市が同盟を結び、ミラノ公国やベネツィア共和国に従いつつ、高度の自治を保っていた。ドイツ語系の少数言語チンブロ語が、 住民の母語として話されていた地域の一つである。トレディチコムーニは、イタリア語で、13のコムーネを意味する。13のコムーネを意味する名として、他の言語では、以下のように呼ばれる。ベローナ県におけるトレディチコムーニ、ベローナ県北東部の高原地帯に位置する。トレディチコムーニは、以下の13のコムーネを指すものであるが、現代では8つのコムーネに分けられる。 最大の人口を要するコムーネは、ボスコ・キエザル・オーバトレディチコムーニの13の都市は、1280年頃に、緩やかな連合を結んだ。歴史的には、ミラノ公国のビスコンティケ、ついで、ベネツア共和国の総主権のもとにあり、忠誠を捧げるのと引き換えに、広範な文化的、政治的自由を認められていた。この自治は、 ナポレオン戦争によって1797年にベネツィア共和国が滅亡するまで続いた。1854年にはトレディチコムーニには12,400人のチンブロ語話者がいたという。しかし20世紀、ファシスト等によるイタリア化政策の強い圧力を受け、ベニート・ムッソリーニ政権の下でチンブロごと文化はほぼ絶滅状態に追い込まれた。トレディチコムーニにおいては、 わずかにリーネーさんにおいてチンブロ語が生き延びた。エスノローグが引用する1992年の論文によれば、ジャッツァには人口の65%にあたる230人のチンブロ語話者があったという。チンブロ語はゲルマン語派の上部ドイツ語に属するバイエルン語の編集に分類される言語である。北、イタリアではベネト語の中で言語島を形作っており、他にルゼルナや セッテコムユニにも分布している。チンブロ語は大きく3つの方言に分類され、トレディチコムユニではトレディチコムユニ方言が話されている。ユネスコはチンブロ語を危機に瀕する言語としており、2000年時点においてジャッサではチンブロ語が消滅中であるとしている。リーネーさんには文化研究所とチップチャーハウスと民族博物館が置かれていてチンブロ文化を保存し、 チンブロゴの他の言語島との協力を行っている。かつてこの地域で広く使われたチンブロゴの痕跡はいくつかの地名に名残を留めている。ありがとうございます。